どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、南関東ブロックの東京、神奈川、千葉、埼玉の2020年度、問い81から問い90までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問い81番です。概要実質要約の配合成分に関する次の記述のうち正しいものの組み合わせはどれかということで、答えは1番が正解となります。 A、B 正解、 C、D が違いますね。 C なんですが、アラントインというのは、自主感に伴う局所の感染を防止することを期待して配合されておりますよとあるんですが、アラントインというのは前にも書かせていただきました組織修復成分となりますので、なので自主感に伴う局所の感染を防止、感染を防止というところでは、これは殺菌消毒薬とかの記述になっちゃいますので、C は誤りです。はい、それから D、クロルヘキシジンは、痔に伴う痛み、かゆみを和らげることを期待して配合していますよ、とあるんですが、クロルヘキシジンというのは、はい、こちら。殺菌消毒成分ですよね。はい、なので、これ痔に伴う痛み、かゆみを和らげることを期待していくのは局所麻酔成分となりますから、その点がちょっと違っておりますので十分気をつけていきましょう。はい、ということで A と B が正解の1番が正解となりました。では次行きましょう。問い82番です。婦人薬とその配合成分に関する次の記述のうち正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。 A、エチニルエステラジオールは人工的に合成された女性ホルモンの一種であり、これ正義ですよね。そして妊娠中の女性ホルモンの補充のために用いられますよとあるんですけど、妊娠中の方とかはですね、これ使っちゃダメですよ。だから A は誤りですね。はい、ということで次行きましょう。今度は B です。五尺さんは、体力中等度以上でのぼせて便秘しがちなものの、月経不順、月経困難、などなど、あとは高血圧の随伴症状、あとは、打撲症に適用されているよとあるんですが、これ誤りなんですが、五尺さんですね、このか今回ここに書いてある記述は、前にもちょっと書かせていただきました頭角上気筒の記述なんですよ。頭角上気筒で、頭角上気筒で特にポイントで押さえてほしいのはのぼせだったりとか、あとは高血圧の随伴症状というようなところに、注目してキーワードをしっかりと押さえていただきたいと思います。なので、五尺さんに関しては、こちら婦人科系の疾患に、さらに、まあ、今回婦人薬なので婦人科系の疾患でさらに、痛みを伴っているようなもの、まあ、今回、ね、こちらにも痛みありませんでしたっけ、ありましたよね。月経痛とかって痛みあるじゃないかって話になっちゃうんですけど、いや、もっと痛みですね。五尺さんは、例えば腰痛、神経痛、関節痛、月経痛とか、あとは何だっけな、頭痛だったりとか、そういうような痛み、もうとにかく痛いといっぱいね、続いているようなものに関しては、五尺さんというような感じで押さえていただくと覚えやすいと思いますので、ぜひそんなキーワードを拾っていきましょう。はい、ということで、B は誤りとなります。そして C と D は正解なので、5番が正解となりました。では次行きましょう。問い83番です。次の表は、ある一般用医薬品の内服アレルギー用薬に含まれている成分の一覧である、この内服アレルギー用薬に関する次の記述について、誤っているものはどれでしょうかということで、誤っているものを選んでいきます。はい、誤っているのは5番が誤っております。はい、セレゲリンなんですけど、何なのセレゲリンというところでは、これセレゲリン、パーキンソン病の治療薬なんで、医療用のお薬になっちゃいます。はい。で、そのセレギリンというのが、ここのところで出てくるんですよ。で、これ体内でのプソイドエフェドリンの代謝が、促進されて作用が減弱する恐れがありますよ、とあるんですけど、これ違います。何かというと、プソイドエフェドリンの代謝が妨げられてきます。
そして、作用が減弱ではなく副作用が現れやすくなってきてしまいますので、ということで、5番は誤りとなります。ここちょっと難しいのでもう一度確認していきましょう。でもよく出てきますからね、確認しておいてくださいね。はい、ということで答え誤っているものは5番が誤っておりました。では次行きましょう。問い84番です。次の表はある一般用医薬品の点鼻、ごめんなさいね、鼻炎用点鼻薬に含まれる成分の一覧である。その鼻炎用点鼻薬に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。 A なんですが、アレルギー性鼻炎のほか蓄膿症などの慢性なものはダメなんですよ。そうなんです、ダメです。何かというとこれ点鼻薬なので、鼻に直接シュシュシュッと吹きかけていくものは、蓄膿症には適用、これ市販薬ダメです。例えば漢方薬などの内服薬に関しては、こう蓄膿症に使うお薬がありますけど、今回は、点鼻薬というような形で、条件言っておりますから、今回この登録販売者のところで勉強するのも点鼻薬に関する内容ですので、その点十分に気をつけておきましょう。はい、ということで答えは、あとは BCD は正解なので答えは3番が正解となりました。では次行きましょう。問い85番です。眼科用薬に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。 A、 一般的に点眼薬の一滴の薬液量は結膜脳の溶石よりも少ないですよとあるんですけど、これ少ないんじゃなくて多いです。要は一滴で十分ですよというところですね。結膜脳って、脳というのは袋状になったという意味がありますので、目のところのこの袋状になった、そこの部分ですね、なのでそこに達した時に一滴で十分なんだよというところを知っておいていただきたいので、溶石よりも少ないじゃなくて一滴は多くなってきますので、 A は誤りです。はい、それから B、 人工涙液は涙液成分を補うことを目的としております。そうですね、そして目の疲れとかコンタクトレンズ装着時の不快感などには用いられない、これ用いられてきますので、 B は誤り、そして C は正解、そして D、 洗顔薬は、目こうなんかパチクリパチクリ洗うやつありましたよねパチクリごめんなさいね、洗うのありましたね。で、そんな、洗顔薬は、主に抗菌成分が配合されており、結膜炎だったりとか物もらいとかに使いますよとあるんですけど、違います。何かというと、主には涙液成分が入ってるんですよ。そうなんです、涙液成分です。そうなんです、なのでミネラル成分と思ってください。で、そんな涙液成分が入っており、それ以外にも例えば抗炎症成分や抗ヒスタミン成分などが入ってたりもしますので、今回この主に抗菌成分が配合というところが誤りとなります。はい、ということで答えは2番が正解となりました。では次行きましょう。問い86番です。次の表はある一般用医薬品の点眼薬に、含まれている成分の一覧である。正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。まず A なんですけど、アセチルコリンの働きを抑え、目の調節機能を改善していくよとあるんですけど、目の調節機能を改善していくものとしては、一番最初に出ているネオスチグミンというのがありますよね。そう、ネオスチグミンはアセチルコリンの働きを抑えるではなく、アセチルコリンのところに関係している、コリンエステラーゼですよね。アセチルコリンエステラーゼでもいいんですけど、コリンエステラーゼの働きを抑えていきますので、このコリンエステラーゼですね、コリンエステラーゼ、これですね、こちらのところに、関係していきますので、 A は誤りです。はい、そして B は正解、そして C なんですが、アドレナリン作動成分により血管を収縮させて目の充血を除去するよとあるんですけど、これ見るとアドレナリン作動成分入ってないですよね。そうですね、なので C 誤りとなりまして、B と D が正解の4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い87番です。殺菌消毒薬の配合成分に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。まず A なんですけど、ヨードチン基は要素をポリビニルピロリドンと呼ばれると書いてあるんですけど、これヨードチン基の記述ではございません。これポピドンヨードの記述になりますね。ポピドンヨードです。
なので、用途賃金というのは、前にもちょっと書かせていただきました。要素などをエタノールに溶解させた、溶かしたものとなりますので、それが用途賃金というものになります。はい。なので、A は誤りです。はい。そして B は正解。そして C なんですが、オキシドール過酸化水素の分解によって、発生する活性酸素による酸化していきます。そうなんです。オキシドール、これ、小学校、中学校の科学の時間で過酸化水素というものをちょっと使ったことがあるかもしれません。あとは、最近はちょっと少なくなりましたけど、昔はですね、保健の先生とかが、消毒薬とかで、脱脂綿とか使って、ポンポン使って、シュワ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 となっている。そうなんですよ。過酸化水素、このオキシドールはシュワシュワすると思ってください。なのでシュワシュワするので作用の持続性は乏しいです。そして組織の浸透性は高いではなく、シュワシュワしてすぐ、揮発しちゃいますので、浸透性もこれ低くなりますので、 C は誤りとなります。はい。そして D は正解なので、1番が正解でした。では次行きましょう。問い88番です。外皮溶薬に配合されている抗炎症成分に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A、ステロイド性の抗炎症成分はというところで正解ですね。そして B、ステロイド性の抗炎症成分は末梢組織における免疫機能を高める作用によりかゆみや、などに改善していきますよとあるんですけど、これ違いますよね。これ何かというと、ステロイド性の抗炎症成分というのは免疫機能は低下しちゃいます。そうなんですよ。免疫機能は低下するんですよ。でも、その働きにより、かゆみとかを抑えていくわけではないですね。これ、要は、抗炎症作用がありますので、このあたりはプロスタグランジンのところにアプローチを仕掛けていきますから、なので、ここ B は誤りとなります。免疫機能を高める作用はありません。低下させていきます。で、その低下させる作用、高める作用によって、かゆみとかはですね、発赤とかをですね、改善していくわけではありませんので、そういったところでは、技術何箇所か違っておりますので、B は誤りとなります。はい。そして C、デキサメタゾンはというところで、はい、このデキサメタゾンはこれステロイド性の抗炎症成分ですよね。なので最後の方に非ステロイドの抗炎症成分、これも違います。あとは、分子内に副腎皮質ホルモン、ステロイドホルモンと共通する化学構造は持ってますので、 C 誤りですね。2箇所違いますので、大丈夫でしょうか。はい。ということで、C は誤り、そして D は正解なので5番が正解となりました。では次行きましょう。問い89番です。外皮溶薬の配合成分に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、 A は正解、それから B、 イブプロフェンピコノールはイブプロフェンの誘導体です。そうですね。筋肉痛、関節などなど腰痛とかにも用いられますよとあるんですけど、これ外用での、これイブプロフェンピコノールに関しては外用薬とかでの、鎮痛作用というのはほとんど期待できません。そうなんですよ。じゃあどういうものに使っていくのかというと、主にニキビ溶薬とかにイブプロフェンピコノールは使っていきますので、そのようなところ十分に気をつけておきましょう。はい。それから、C は正解、そして D、ユーカリ油は、皮膚に温感刺激を与えて末梢血管を拡張させて血行を良くしていきますよ。違います。ユーカリ油というのはこれは、スースーしていくので冷感刺激成分になってきます。そうすることによって軽い炎症を起こして反射的に血管を拡張させていく働きがありますので、まあ、そういったところから血行を促していく役目がありますので、ここのところ違いますね。はい。ということで答えは2番が正解となりました。はい。ということで、あ、書いてないですね。ごめんなさいね。2番が正解となりました。はい。では次行きましょう。問い90番です。最後ですね。角質軟化薬に関してです。はい、こちらに関して、ごめんなさいね、角質軟化薬及びニキビ溶薬の配合成分に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。はい、まず A なんですが、ホモスルファミンというものなんですけど、スルファと書いてありますので、サルファ剤になります。
サルファ剤は DNA 合成を阻害していきますので、今回はここ細菌の、細胞壁合成を阻害とあるんですけど、細胞壁合成を阻害していくのはバシトラシンでした。はい、だから、ここ A は誤りとなります。そして B と C は正解、そして D なんですけど、バシトラシンは細胞壁合成を阻害していきますから、ここ皮膚の角質を構成するケラチンを変質させることによって角質軟化作用を示す、この記述は硫黄などの記述、硫黄の記述になっちゃいますので、 D は誤りとなります。はい、ということで答えは3番が正解となりました。はい、ということでここ、後半のところもですね、結構難しいところ多々出てきてるかなと思います。なのでしっかりとやはり漢方薬ですね、もう押さえていただきたいですし、あとはよく出てくる成分です、このあたり。なのでしっかりとその特徴を確認してあげてくださいね。はい、ということでここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE アットなどに登録していただきますと質問などお受けしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。